話を最初にいただいた時にテールズだって分からなかったんですよ。今までと全然違うなっていう印象でびっくりしました。とにかく絵の感じが、その時は仮だったんですけども、仮にしてもちょっと違うな、雰囲気が違うなっていうのを最初にすごい印象受けましたね。今までよりもやっぱり曲調をちょっと重めにしてくれっていうことだったんですよ。それで自分も重めの曲が割と好きな方なので、喜んでっていう感じで、はい、今回初めてフルオーケストラの録音というものに挑戦しました。ホールで一発撮りでオーケストラに演奏してもらったのは本当に初めてのことなんで、もう大変興奮しましたね。このお話いただいた時に生を入れてくれってものすごいお願いしたんですよ。そしたら実現したっていうことなんですよ。まさかフルオーケでホールでできるとは思ってなくて、いつも通りのスタジオでのオーケだと思ってたんですけれども、嬉しいのもあるんですけれども、正直初めてなのでちょっと大丈夫かなっていう気にはなりましたね。自分が作った音がそのまま再現できるのかっていうところですよね。作ってる時はコンピューター上で作るので、仮にこう人間ができないフレーズとかもできちゃうわけなんですよ。ほぼ同じように再現されてるなって自分の思ってたのと、すごいなと思いました。例えばその作品の中にオーケストラなり生で撮った曲が1個入ると、他の打ち込みの部分のクオリティもそれに合わせて作るんで、自然にクオリティが上がっていくんですよ。だからやっぱりいくらこう機械が発展しても、やっぱり生で出るのはすごい大事だなと思います。今回何曲か戦闘曲があるんですけれども、バンドもの と、スタジオのストリングスと、あとフルオーケの3種類の戦闘曲があるんですけれども、この差がよく分かるような感じで、例えばバンドだったら軽快さを前面に出して、オーケストラだったら重厚さを出すような感じですね。メロディーの分かりやすさですね、はい。それと通常の一番最初の頃の戦闘だったらやっぱ軽快さですね。最初から重いのを持ってきちゃうと、こう盛り上がりがずっとこう平坦になってしまうんで、僕が一番最初に作ったフィールド曲なんですけれども、ランドオブグリーンという曲です。今までのテールズでしたら音を埋めていくっていうか、あまり空間を感じさせないような曲を自分は作ってたと思うんですよ。それ全く逆の方にしまして、すごい空間が分かるような感じで、例えば音をわざと途中でなくしたりとか、音数をすごく少なくしたりとか、いろいろ工夫して作った曲なんで印象に残ってますね。結構自分の中心になってるタイトルですよね。これだけ長い年月をやってると、逆にこの仕事をしてないと落ち着かないみたいな感じなので、はい、この戦闘曲のスタイルが確立されたのもおそらくこのテールズシリーズだと思うんで、自分のアイデンティティっていうか、それを確立させてくれたタイトルだと思ってます。かなりいい方向に向けてる挑戦だと思うんで、すごい好ましいことだなとは思ってます。グラフィック一つとってもあれですし、音楽に関しても今回はオーケストラが注目はされてはいるんですけれども、他の楽曲も例えば音源をちょっと強化したりとか、コーラスを多用したりとか、ちょっと今までと違ったことをやってるので、これがこれからのこのタイトルのスタイルに
なっていくんじゃないかなと思ってます。バンダイナムコ